次にお話しさせていただくのは現在地の認識、まあ、現在地の認識っていうのは自分ががどここにににいいるかいうこととう非常に重要になってきます、まあ、あのナビゲーションカーナビとかでもそうなんですけども目的地とあと現在地があ,の、えー、あって初めて道が分かる形になるんですけども自分がどこにいるか例えば右サイド例えば真ん中例えば左の奥コーナーアーク。 らへんとか要するに自分がどこにいるかによって目的地に対してのアプローチは勝手に変わっていきますなので右とと真ん中と左ではは目的地に対してアプローチは同じなので自分がどこにいるか自分が現在地どこなのかプラス目的地がどこなのかによって自分が今何をすべきなのかどういうルートを選ぶべきなのかっていうのはおのずと決まってきますので。 目的地の認識に対して現在地の認識っていうのもものすごく今重要にしている考え方の一つです大体あの多いのが自分がどこにいるかわからないから常に同じプレーをしてしまってしまう人同じキックをしてしまう人は多分自分が今どこでいるか、まあ、そもそもこの場面だったらこの場所だったらこうこの場所だったらこうっていう考えがないっていうケースも非常に多いとは思うんですけどもやはり場所によって必ず状況がもうすでに変わりますので現在地目的地 この2つで初めて自分が選ぶべきルートだったりとか勝手にそれが出てくる技術だったりとかそういう重要な要素になってくると考えております。